残り2周、7番手から動いていく甲信越ライン、それに反応して5番の佐山俊樹、さあ7番の長野、6番の阿部康夫とマーク陣出しまして、さあ5番の佐山一旦は抵抗気味、3番手のインで粘っていますが、その間に4番の浦山和英の発進、3番の平川を叩こうとして、さあ今度は東京両者と3番の平川正明、甲信越ラインの主導権争いになりました。2番の篠崎隆、あるいはその前で9番の渡辺隆、栃木勢が中段の後ろへと追い上げまして、埼玉勢は後方に追いやられています。先頭は4番の浦山和英がペースをつかむ形、1番の音川が番手絶好の位置を築いていますが、サイドを巻き返して3番の平川正明、中段からのまくり、さらにその後ろ5番の佐山俊樹、8番の岩田が離れます。さあ先頭は4番の浦山いっぱいになって、1番の音川の真ん中から7番の長野、大外9番の渡辺隆、突き抜けてゴールイン、9番の渡辺隆。東京勢を出して乗っていくのは7番の荒井春樹、その間に3番の楠野文明は車を下げまして、先頭は2番の伊藤幸人に変わりました。7番の荒井春樹、3番の楠野を抑えながら2番の伊藤をめがけてじわりとペースを上げていきまして打勝です。7番荒井春樹の主導権になりました。2番の伊藤幸人が中段に下げて、その間に巻き返して3番の楠野文明、今日はスムーズなレース運びで3番の楠野、7番の荒井春樹とのホームは先行争いですが、6番の北沢が離れます。残り1周を切って埼玉勢が7番の荒井春樹を叩いて先頭2番手と変わりました。3番の楠野先頭、追走する9番の野中裕二、あとは2車身半空いて3番手7番の荒井春樹巻き返せるかどうか。その間に2番伊藤幸人7番手からのまくりですが、さあ先頭3番の楠野文明、車間を切って9番の野中裕二が差を詰めて、さらに内7番の荒井春樹と1番の柳井義和、3人広がってゴールイン、真ん中の野中裕二わずかに優勢か。児玉雄一が同期9番中島を抑え込んで残り2周です。前段は依然として東京勢5番の長沼、1番の飯島、2コーナーから7番の児玉雄一、さあ動くかどうか、9番の中島は蓋をされ続けたまま残り1周半となります。まだ誘導員残った形で5番の長沼健太、1番の飯島、地元勢が後ろを警戒、7番の児玉が3番手外からホームで動きます。そこで合わせて5番の長沼健太、さあ先行争い、5番の長沼を外から7番の児玉、3番の高橋続けるかどうか、内さばこうとする5番の長沼健太、3番高橋どかされて1番の飯島との競り合いとなった。その間に今日はまくり勝負、9番の中島のりしげ、一気のまくりでマーク陣が離れます。さあ7番の児玉を捉えて9番の中島のりしげ、最後は切り替えて5番の長沼健太と8番の渡辺康則が襲いかかってくるか、中島のりしげゴールイン、9番の中島のりしげ。7番の山口、武田を抑えに行きました。5番の浦川隆明、今日は逆転なるかどうか、3番の土屋仁志まで茨城ライン、さあ地元勢にプレッシャーをかけて残り2周回最強ラインを下ろした7番の山口、2番の武田涼はじっとしていまして、その間に1番の荒井涼太郎、こちらも今度は武田涼を抑えていきました。先頭は7番の山口翼、茨城勢で打勝です。中段に収まる1番の荒井涼太郎のライン、そして7番手となりました2番の武田涼、今日はまだ溜めています2番の武田、先頭は縦長となって7番の山口翼、そしてさらにこのラインから3写真があって中段1番の荒井涼太郎で、2番の武田涼は残り1周から猛然とスパート、4番の宿口が少し切れました。さあ東京勢猛然と巻き返す2番の武田涼ですが、先頭は逃げている7番の山口翼、番手は5番の浦川隆明、さあ見ているが、それを飲み込んでいく2番の武田涼と内田英介、さらに5番の浦川が自ら踏んで直線勝負、その真ん中3番土田仁志だが、さあ広がった浦川隆明、武田涼並んでゴールイン、最後は浦川と武田涼。7番の平石がライン3番手を形成して、この2番馬場和弘が赤番で動きまして、6番の清水に対して一気に下ろしていきまして主導権をつかみました。2番の馬場和弘、
完全とトップに立って3番の中川がそれに乗っていきます。4番手を主将3番の中川拓也、上越ライン中段となって6番の清水は7番手から巻き返す展開です。6番の清水7番手にやられて、さあ2番の馬場の逃げ、馬場が逃げますが3番の中川拓也がホームでぐーんとかましていきます。4番の斉藤が続いて残り1周、6番の清水健二は依然の7番手、さあこの距離感がどうか。先頭3番の中川拓也、4番の斉藤正弘が番手で、3番手2番の馬場和弘、そして6番清水健二郎まくり高回転ですが2番の馬場が一発2発牽制を入れて、その内目からは5番の大谷正弘、さあ先頭は振り切っている3番の中川、追っていく5番の大谷正弘、突き抜けてゴールイン。2着3番の中川、3着7番の平石博之の追い込みです。5番のイタネアが今日も尾崎の後ろを追走です。第1走尾崎をその懸命に追いまして見せ場を作る形、5番のイタネアや後方は6番の鈴木みのりが6番手から行きました。昨日は混戦を力強くまくり強さを見せました。わずかに動いていく6番の鈴木みのり、まもなく打掌というところ、バックストレッチ釣れるように3番の藤原愛理、昨日は後方展開でした3番の藤原が鈴木の直後で今度は5番手となって残り1周半、7番の尾崎は6番手で5番の板根彩は最後方です。さあその間に1番の黒河内海が後ろを見ながらリードを作っていますが、後方にいた2人、7番の尾崎が2センターから今日も発進していきました。5番の板根彩、さあ今日は続けるかどうか。2番の土屋尻がその前で抵抗しています。1番の黒格子が2番手にはまる格好ですが、外目 長い距離を2番の土屋樹里がまくっていく。その追走に6番鈴木みのり3番手、さあ前と差を詰めにかかる2番の土屋樹里、先頭7番の尾崎結び、そのリードがなくなって2番の土屋樹里と6番鈴木みのりが縦足を伸ばして連れて5番の板根彩、前は広がったが6番の鈴木みのり突き抜けてゴールイン。2着は接戦、土屋樹里か尾崎結びか。6番手2番のマシモルルコ言っています。1ヶ月半ぶりの実戦がこのホームバンクでのシリーズ、第1走は打掌過ぎ、ホームからは外並走が続き少し苦しい展開でした2番のマシモルルコ、最後方7番の佐々木彩、今日はまだ動かずの最後方を回っています7番の佐々木彩。隊列はバックストレッチに出まして、前受けは6番の杉沢恵子を変わらずに打掌を迎えました。2番手には4番の小林莉子、後ろを見ていまして3番の荒牧が小林莉子との車間を開け始めました。1番の佐藤由香4番手変わっていません。5番の長谷香菜子が4コーナー少し動く素振りですが、前では6番の杉沢先行体制に入るか、残り1周切りました。2番手4番の小林莉子、そして1コーナーから動いていった5番の加瀬かな子、追走するのは2番のマシモルルルコですが、3番手から3番の荒牧、そして2番手からまくっている4番の小林、さあそれを捕まえる3番の荒牧、荒牧里美が先頭、追走になった5番の加瀬かな子と外目から2番のマシモは少し離れまして、内からは1番の佐藤由香も迫ってくるが、先頭は5番の加瀬かな子ゴールイン。2着3番の荒牧里美。残り2周を切るところで5番の相川がスーッと動いていきまして8番の菅谷を下ろしました。さあ8番の菅谷、今日は前受けから引いた位置、中段4番手です。この後ろに4番の覚醒が6番手から腰を上げていきます。反応して5番の相川英語、これら出していくか。南関東の後ろには忍び寄っている1番の青森信也、5番の相川は5番手4番手で粘るか。さあ先頭4番の覚醒陽介ラストスパートに入りました。内からスルスル追い上げるのは5番の相川、3番手とハマるが6番の吉原が抵抗しています。南関東ライン先頭は4番覚醒陽介、3番手しらすの競り合い、内から5番の相川、6番の吉原をどかしまして発進ですが、その後ろから7番の藤田の強烈なまくり、自ら踏んで7番の藤田達也、そこへ3番の大和則、さあマーク陣先頭2番手と変わって1番の青森が縦足発揮で外目からは追い込んできますが、先頭は7番の藤田達也快勝ゴールイン。2着3番大和則3着接戦です。残り2周回、
まだ動きありませんが、8番の土屋が北日本の2人と少し車間を切っています。前受け依然6番の古川宗行ですが、2コーナーからぐーんと仕掛けていく8番の土屋雅人、先行体制に入りまして6番の古川も合わせまして、ここは 3,4 番手地元勢、さらに巻き返して4番の小林慎太、5番の石川雄二、さあ先頭8番の土屋雅人のペースになりましたが、後ろから同期101キロ4番小林慎太、中段を伺う動き、残り1周切りまして土屋雅人のペース、2番手7番の武藤、3番の小谷文信埼玉ライン、4番手競り合った中で6番の古川宗行が4番小林をさばきまして、さあ古川が縦足発揮、さらにその後ろで足を溜めた2番の佐藤和信、最内からは5番の石川雄二が切り替えて伸びてくるが、先頭は8番の土屋をトライに出る7番の武藤敦弘、間割る5番の石川雄二、前は広がった石川雄二、武藤敦弘並んでゴールイン、3着は6人広がって接戦です。その間に4番の竹山がスルスルと動きまして前へと出まして、残り2周千葉勢も乗りまして、さらには7番の大木雅也まで、1番の河合の後ろは依然並走となって5番の柴田、内に9番の近藤で、1番の河合はこの辺りは6番手で巻き返していきます。残り1周半を切りまして4番竹山の主導権ですが、外目からかましていく1番の河合、7番の大木の牽制を乗り越えましたが、後ろがかなり離れました。9番の近藤がさあ1番の河合の方位を取り切ったというところですが、かなり離れてもつれています。残り1周、1番の河合を今度は4番の竹山が2番手で迎え入れてはまっている。竹山亮太2番手、北勢には絶好の展開となりまして、4番手3番の近藤を保つ、最終バックを通過しまして縦長です。1番の河合かかりきっているが、4番の竹山、2番の渡辺幸則、北勢が 2,3 番手で3番の近藤保つ、今日はまくり追い込み、しかし先頭4番竹山に変わったか、並んでゴールイン、3番の近藤保つが大外から強襲です。左手赤番刑事、8番手から動いていくのは3番の小林玲、8番の阿部達也を連れて1番の山中の前へと出まして、一旦前を切りました3番の小林、そしてそこへ2番の鈴木健太郎、岩戸スラインが忍び寄っていきまして、2番の鈴木健太郎を出しまして3番小林玲は4番手、そして6番手になったのは1番の山中秀武です。さあ先頭は2番の鈴木健太郎、今日は逃げの手に出ました。2番手5番の山下、6番の正木慎太郎と続いて残り1周の攻防、縦長で4番手3番の小林玲、8番阿部達也と続いて6番手、今日はまくり勝負1番の山中秀武、逃げる2番の鈴木健太郎ですが、ぐーんと伸びていく1番の山中のまくり、5番の山下牽制なるか、さあ両者の踏み合いとなった。内目からは6番の正木慎太郎と、後方はどうか、9番の江守昇など追い込んできましたが、1番山中秀武ゴールイン、2着5番の山下渡る。2番の成清隆之、今日は立ち区小原との連携です。6番の須藤誠まで続いて残り2周回、地元勢の並走を通過していきました。4番小原忠史、まずは主導権をつかむ形、北日本の2人も乗っていまして、内では譲らないか、1番の高橋貴月、中段がもつれそうで、さあ4番小原忠史が逃がされる格好となるのか、2番の成清、6番の須藤、マーク陣が牽制しながらも内を救っていく1番の高橋、さらに9番の朝倉後ろは内目さばきながら、さあ7番の武田との競り合い、前では6番の須藤も1番の高橋の進出を阻みます。外目から5番の阿部拓馬、外並走が続いて3番の伊藤大志が浮きました。さあ先頭4番の小原忠史、2車身リードで2番の成清が車間を切っている。6番須藤誠、この3人のラインで1番の高橋貴月が最後はまくり追い込み、そして競り勝って7番の武田健介が迫るが、さあコントンとしてきた中、1番の高橋貴月が抜け出す。高橋貴月ゴールイン、2着2番の成清高行、3着はどうか。